皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2015年の9月の21日月曜日ですね。時間がまた遅れまして午後7時17分ということです。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、最高裁事務総局は米国支配層と野党自民党の要求に応じて支配する検察審査会に閣議決を2度させて、小沢氏を強制起訴させ、小沢首相の目を完全に潰したんだというのが今日のメインテーマですね。で、これはまあ昨日日曜日ですね、午後2時半から5時まで、インタビュー&トークというコーナーでですね、この本を書かれた市民活動家の志木武彦さんをお呼びして、お話をお伺いすると。で、その後、フリートークすると。こういうことで、昨日開催したんですけど、志木さんのお話等々を踏まえてですね、今日のメインテーマがこういうふうになったということですね。コンティニューコインですね。土山純一さんですね。いつもお茶5杯とコンティニューコイン2枚ですね。それから白をトグさんですか。パチパチパチですね。それからマツコさんがお茶が3杯ですね。ありがとうございます。それからマツコさんが今日のツイキャス配信中ということで、今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。土山純一さんがお茶が3杯、4杯、5杯。で、コンティニューコインが2枚ですね。いつもありがとうございます。ということで、昨日の、今日の最新のお知らせですね。昨日日曜日、午後2時半から5時に、ワイワイニュースライブ by iPhone で中継しました、インタビュー&トーク最高裁の闇、小沢一郎検察審査会の架空議決を暴くと。ゲスト志木武彦さんの配信は3つの URL で分割されたということで、その URL を3つですね、貼り付けたんですね。そして現時点では視聴者数が1071名ということで、かなりの方が視聴されてます。ぜひ、ご覧いただいて、1000万人の国民に届くように拡散していただきたいということですね。で、ワイドアゲインさんですね。お茶ですね。ありがとうございます。で、昨日の、じゃなくて、昨日の配信の時に、コメント入れていただいて、iPhone ですんで、こちらからコメント入れられないんですよね。それから、昨日インタビュートークですので、いただいたコメントを読み上げるってことはできなかったんですけど、ワイドアゲインさんが3つですね、八木さんとの訴訟はどうなったのでしょうかということと、から結果的には司法権力の批判をしているのを潰している結果となっているのが不思議ですということですね。それから四季さんの分析力は一市民にしてはすごすぎると感じましたということで、で、八木さんとの訴訟は八木さんが訴えたんですよね。八木さんが四季さんと、それからジャーナリストの黒藪さんを訴えた、名誉毀損で訴えた裁判が一つあると。それから四季さんが八木さんを訴えた名誉毀損の裁判があるということなんですね。ですから今2つの裁判が進行中で、四季さんが訴えた、八木さんを訴えた裁判は11月中にはもう判決が出るとかなんか言ってますね。ということです。それから結果的には司法権力の批判をしているのを潰している結果となっているのは不思議ですということで、これは具体的にはどういうことなんですかね。司法権力を批判しているっていうのは、四季さんを批判している、
のを結果的には潰してるということなんですかね。ちょっと意味がいまいち分かんないですけどね。それから今日、そうですね、杉良一さん、最高裁を含めた政治家、官僚、行政らの総がかり騙し続けられる国民ということで、この命名が非常にいいんで、今日、視聴者のコメント紹介の中で取り上げさせていただいたんですね。で、私のコメントとして、総がかり騙しは良い名称ですねと。そうなんですと。国民を総がかり騙しで支配し搾取し、庶民を一層貧しくして、その分自分だけが濃い太ると。で、最高裁を含めた政治家、官僚、行政、だけでなくて、総がかり騙しの加担者っていうのはたくさんいるんですよね。で、一として偽装野党ですね。あたかも政権批判をしてると、自民党批判をしてるんですけど、いつの間にか、この前のなんか、戦争法案の修正を提案したってことで、自民党と公明党と仲良くですね、写真に収まってた、いわゆる偽装三党っていうのが、正体を表したんですね。写真があったかな。要するに、ないですね。残念ですけど、明日アップしますかね。要するに松田浩太とかいうコーヒーチェーンのオーナーが参議院議員になったということで、今は日本を元気にする会とかなんか 5人ぐらいの小さい党なんですけど、そこもいわゆる偽装野党だったのが バレちゃったと。仲良く自民党と公明党と手を組んでですね、握手してですね、それから次世代の党、これはもうどうしようもない極右政党ですよね。それともう一つが改革新党とかなんていう、これもよくわけのわかんない党、これがまあ偽装野党だったのをが最後の最後で正体をばらしたということですね。それから1番目が偽装野党ですよね。2番目が経団連大企業ですね。いわゆる国民を総がかりで騙しているという加担者。から御用大手、御用マスコミ。から電通、博報などの広告代理店。から4番目、5番目、創価学会などのカルト宗教と。これは幸福の科学なんかもそうですよね。それと、御用学者、から御用評論家、御用シンクタンク、それから御用労働組合幹部ですね、労働貴族と言われる、総評の幹部なんかそうですよね。から偽装市民運動組織と、あたかも反政府、反権力を装ってるんですけど、市民運動として偽装してると。まあ、反対運動の中に潜入して、拡散するという目的があるんでしょうね。から中小高の御用教員と生徒たちを騙すんですね。ということですね。からワイルドアゲンスト、八木さんは明らかに司法権力の批判をしてますと、反権力のジャーナリストだと思いますが、藤山氏も絡んでないですかということで、藤島さんに関しては私全然情報ないんでわかんないですね。八木さんは、司法権力の批判、八木さんはどっちかというと、検察批判ですよね。司法権力って言ったら裁判所ですから、検察批判というのは行政権力批判とこういうことで、で、四季さんがいわゆる最高裁批判と。から八木さんと、それから、
八木さんと、それから彼女ですね、参議院に、彼女は検察批判ということで、途中まで一緒にやってたんですけど、なぜか名誉毀損で訴えられちゃったという経緯ですよね。ということです。ですから今日の杉来さん、総掛かり魂っていう名前はいいですね。森裕子さんだ、参議院。森裕子さんと、それから八木さんは、途中までは最高裁批判を一緒にしてたんですけど、途中から検察批判の方に比重をなぜか変えたということですよね。白吉さん、お茶ですね。からシカゴさんが今日のワイワイニュースライブ放送中ということで、リツイートですね。メインテーマはリツイートですね。それからシュウさん、お疲れ様です。コンティニーコインですね。ありがとうございます。からエレファントムさん、コンティニーコインですね。それからシカゴさん、コンティニーコインありがとうございます。コインをお願いします。ウィーラーゲインさんがお茶ですね。それからコンティニーコイン、K さんがコンティニーコイン。はい。それから、ニスイさんがコンティニーコインですね。あ、富士山の写真ですね。からシカゴさん、私のツイッターをフォローされているようですが、非公開ツイッターアカウントを公開してからご発言をお願いしますという、ワイドアゲインさんのことなんですか。砂ズキンさんですね、コンティニーコインですね。から今日の日本国憲法と刑事訴訟法ということで、なぜ刑事訴訟法を取り上げたかというと、これすごい重要な刑事訴訟法があるんですね。第239条という、ほとんど誰も知らないんですけど、二つあって、一つ、何人でも犯罪があると、思慮するときは告発することができると。から二番目、これが大事なんです。管理または行使は、行理かは、その職務を行うことにより、犯罪があると思慮するときは、告発をしなければならない。要するに公務員ですよね、政治家含めて。自分の職務を行うことによって犯罪があると思われるときは告発をしなければならないという義務がこの刑事訴訟法第239条には書いてあるんですね。で、これはもう憲法第99条の公務員の日本国憲法のを尊重し、擁護する義務があるというのと同じなんですけど、ただ罰則規定がないんですよね。だから憲法第99と同じように、この刑事訴訟法239条の第2項でこう書かれてますけど、管理また行理でも誰もほとんどの人が告発なんかしないよと、むしろ加担しちゃってるよということですよね。これはほとんどの人が知らないという刑事訴訟法239条、これちょっと今重要ですので、残念ながら罰則規定がないから誰も守んないという、ひどいもんですよね。罰則規定がないとやらないんですかね。公理ですね、これ。高橋さん、刑事訴訟法239条やってないですねと、あるいは犯罪かどうかも分かんないと。いや、分かってますよ、彼らは。でも、下手に内部告発すると、その後、もう職場を追い出される。あるいは、なんかでっち上げで、刑事告発されるとか、告訴されると。いうことが怖くてですね。だからこういう義務とともに、内部告発者を保護する規定も設けないといけないんですよね。罰則とともに保護規定っていうのを一緒にやんないと、
結局内部告発した人がバカを見るというふうになっちゃうんですね。砂月さん、コンティニューコインですね。それともう一つは何回も取り上げてますけど、日本国憲法第15条ですね。これは公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利であると。選定は、まあ、政治家の選定は、制度的に保障されてますけど、公務員の選定というのはほとんどないですよね。それと罷免、これはもう誰もない。政治家も罷免できないと。公務員なんかなおさらできないと。こういうことですよね。この15条も貼り付けておきますね。第4項もなんですね。すべての公務員は全体の保守者だって一部の保守者ではないと。これも重要ですよね。だから今の選挙制度、小選挙区制度っていうのは、いわゆる政治家が小さい県、小選挙区の地域の利益代表になっちゃってるということで、この憲法第15条の第2項に反す、これ、マイナス54。すごいですね。そうすると半分に分けないといけない。15条、公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利であると。すべての公務員は全体の保守者であって一部の保守者ではないと。これですよ。だから今の、選挙制度、小選挙区制、っていうのはこの第2項に違反してるんですよね。一部の保守者になっちゃってるんですよね。それから3、4、公務員の選挙については青年者には普通選挙と、すべての選挙を受ける投票の秘密はこれを犯してはならないと。選挙人はその選択に関し公的にも私的にも責任を問われないということですね。刑事訴訟法第239条、ペナルティがないとは作成当時はまだまだ人々の良心、なるほど、性善説だったということですかね。これはいつできたのかな。作成の時ですね。これ刑事訴訟法自体がいつできたんですかね。刑事訴訟法、施行が昭和24年1月1日で、改正がずっとあるんですね。改正がもう何回もされてるんですね、これね。でも刑事訴訟法の法律自体はもう敗戦直後なんですね。いやー、人々の良心を信じてるってことで抜け穴を常に用意してたんじゃないですか。日本国憲法の99条と同じように。今日のメインテーマですね。最高裁事務総局は米国支配層と野党自民党の要求に応じて小沢一郎氏が日本の首相に選出されるのを絶対に阻止するため起訴できなかった東京地検特捜部に代わって検察審査会に架空議決を2度させ小沢氏を強制起訴させ小沢首相の目を完全に潰したんだとこういうことですね。で、昨日、まあ、日曜日午後、市民活動家の四季さんをゲストに、最高裁の闇、小沢一郎検察審査会の架空議決を暴くのテーマで、インタビュートークを開催し、その模様をネット中継したと。で、四季武彦さんの5年間にわたる実証的な調査によって、最高裁事務総局による権力犯罪が白日のもとに暴露されたと。まさに権力犯罪なんですよね、これね。法律を守るべき最高裁の
中核組織事務総局が法律、特に、権力犯罪を行ってたというのが暴露されたということなんですね。で、最高裁事務総局は日本の裁判官3000名を出世と転勤で支配管理しているところなんですね。で、そればかりじゃなくて、検察が証拠不十分で起訴できなかった小沢一郎衆議院議員を東京第5検察審査会に使って2度の架空の起訴相当議決をでっち上げて、2010年9月14日に小沢氏を強制起訴したんだということですね。で、この東京第5検察審査会というのは、四季さんの調査では審査員というのは誰もいないと、いたようにでっち上げていると、偽装していると。で、11人なんですね、審査員。それで3ヶ月ごとに半分変わるということなんで、1年間だと全部で44人いるということなんですね。で、それがいないと。ただ、いるように偽装するために、様々な工作をしてて、例えば、日当とか交通費とか宿泊費等々を払うということで、その支払いの請求書を事務局が作って、それに審査員の三文版をもらって、東京地裁の会計に回して、会計が送金の手続きをするということなんですけど、昨日の、四季さんの お話の中で出てきたんですけど、通常だったら、いわゆる審査会の会議がですね、あったらその場で、請求書 を事務局が作ったやつにハンコをもらって、で、翌日か翌々日にはもう、送金手続きのために東京地裁の会計の方に書類を回すんですね。ですから会議日とそれから決裁日っていうのがせいぜい2日か3日の差しかないんですけど、四季さんが調べた他のものに関してはなんか25日後に決裁してるとかですね、20日後に決裁してるとかね、通常ではありえないことが起こってるんですね。で、要するに審査員が日当とか旅費をもらえないということで、当然クレーム来ますよね。3週間以上も滞っているということで、通常だったら裁判所の経理っていうのは非常に厳格ですんで、2、3日後にはもう送金手続きをしているということは通常なんですけど、25日とか20日とかね、そういうのが出てきてるんですね。で、それは何でかということで追及したら、東京地裁の会計はその時お金がなかったという、とんでもないことを言うんですね。で、たかだか全部でもせいぜい、1000万とか2000万じゃないでしょ。せいぜい、11人で1人、まあ1万、2万円でも22万だから22、3万の現金がなかったっていう大嘘をついてるんですね。それと問題はですね、2度目の、決定的な強制起訴を決める起訴相当議決を出したのは2010年9月14日なんですね。これは単なる偶然ではないでしょうと。なぜならばこの日に民主党の代表選が行われた当日なんですよ。これは菅直人氏と、それから小沢一郎氏の一騎打ちで、その代表選に勝てばですね、日本の次の首相が決まるという非常に大切な選挙なんですね。その選挙の当日に、2回目の決定的な起訴相当議決が出たんですね。それは偶然でしょうかと。偶然なはずないんですね。で、その2010年9月14日の朝から東京のホテルで民主党の代表選が戦われたと。
ということで、下馬評では議員票ではかなり競ってたんですけど、小沢氏の方が優位だろうと言われたんですね。それからサポーターとか党員の票、これもおそらく小沢さんが圧倒的に人気ありますので、これは小沢さんの方が圧勝してたという下馬評だったんですけど、からくりが2つあるんですね。一つは、党員サポーター票ですね。これは34万人いたと言われてるんですけど、一人一人に事前にですね、投票用紙が郵送されてきたと。その投票用紙にはですね、自分が支持する候補者名、代表選の候補者名を書くんですけど、普通だったら秘密情報ですので、目隠しのシールが添付されてるはずなんですけど、それがないと。ですから みんなはですね、自分の、小沢とか菅とか書いて、そのまま郵送して、で、埼玉県のつくば市で貸営業倉庫に集められたんですね。すると当然ながら民主党の代表選の選挙管理委員会の関係者であれば、誰でも候補者名を見れるようになっているという、まさに細工なんですよね。それで、おそらくですね、それと、それから34万人の党員サポーターの総数って言われてるんですけど、そのうち11万人が棄権しているというふうに選管を発表したんですけど、こんなバカなことありえないですね。なぜならば、みんなですね、この次の首相を決める民主党の代表選挙に一票を投じるためにわざわざ党員になったり、あるいはサポーターに2000円かな払ってサポーターになってるんですよ。それで34万人に膨れ上がったんですけど、そのうちの3割以上の人が棄権するはずないじゃないですか。だからこれこそ、いわゆる目隠しシールを外して、選挙管理委員会が事前にですね、小沢票を破棄すると。あるいは、この、無効票にカウントするとか、あるいは、小沢票を破棄して、菅直人票にすり替えるとかですね、何でもできるわけですよね。で、党員サポーター票も菅の方が最終的には多かったと。そして問題は当日の、ホテルでの、会場にいた国会議員ですね。で、小沢さんの方が若干優勢だというふうに下馬評で言われたんですけど、2010年の9月14日の朝ですね、おそらく10時とか12時、11時とか12時とか、いわゆる投票が始まる直前に、この第5検察審査会の2度目の起訴相当決議が出たという情報がメールとか、あるいは携帯電話で会場に流されたんですよね。すると当然ながら、雪崩を打って、小沢さんを辞めてですね、菅直人の方に一票投じるという動きが、を生じたと、まあ当然ですよね。それで結果的に、議員票でも、あるいは党員サポーター票でも、共に菅直人が勝っちゃったとういうことですよね。代表選にはなぜ、自民党サイドの選挙ブローカーを使ったのかと、野田大政奉還まで台本にあったとしか思えないと。非常にこれはね、周到に準備されてるんですね。砂月さんですね。それから砂月さん、人間鎌倉、委員以外の議員と秘書は不法侵入者、A 氏はなぜ排除しないと。ああ、これですね。議員運営委員長の責任、暴力卑下の問責決議は相当ということで。これは例の強制採決っていうか、ですよね。その時に、
野党側の人は一瞬何が起こったかわかんないですけど、突然20名ぐらいの、あの部外者ですよね、が外から侵入してきて、で委員長席を囲んで、それで河野池委員長が用意してきた用紙を読み上げ、マイクで読み上げると。で丁寧に、暗いから懐中電灯を持ってきたらしいんだよ、彼らはね。だからまさに本来だったら採決する場合は議場を閉鎖して部外者が入れないようにするんですよね。それは一切しないと。それで二十数名のわけのわかんない、誰だかわかんないというものが委員長席を囲んで、野党の議員が近づけないようにして、それでこの河野池委員長が読み上げると。それで採決しましたよっていう、まさに、クーデターですよね、これね。こんなことが国会で、それもネット中継されてるんですよね。でその中心人物がこの佐藤のヒゲですよ、ヒゲ佐藤です。全部打ち合わせ通りということでしょうね。石森さんですか、コンティニューコイン配信ありがとうございます。からエレファントムさん、今日のあれですね、メインテーマですね。だこの時のあの選挙ですけど、民主党の代表選を仕切った選挙管理委員会の委員長って誰かっていうのをちょっと調べる必要ありますよね。ということで、結局小沢さんをでっち上げのですね、陸山会事件とその前のゼネコンでの政治資金問題、その2つででっち上げて小沢さんを起訴しようということで、検事10年以上からおそらく1年以上で総額30億円以上の税金を使って、東京地検特捜部は総力を挙げてですね、証拠を集めようとしたんですけど、全然集まらないということで、起訴しようと思ったんですけどできないということで不起訴にしたんですね。そうするとそれに対して、山際住代とい うわけのわかんない産経新聞出身の、まあ、テレビに出てるらしいですけど、なんかすぐ怒り出すと、わけのわかんないことをわめくという自称ジャーナリストがですね、市民運動組織の代表とを名乗って、彼はかつて小沢一郎さんを同じあれで告発したことあるんですね。でその実績がないと、不起訴処分に対する異議申し立てを受理できないということで、まあ、あの指揮さんの話だと9団体、11名なんかが小沢さんに対する異議申し立てをしたんですけど、最終的にはおそらく山際が受理されたと。で当時ですね、私覚えてるんですけど、朝日新聞が記事を書いて、その異議申し立てをした市民団体の代表っていうのをインタビューしてるんですよね。だから大手マスコミは知ってるんですよ、誰が異議申し立てをしたかと。私は山際住代だと思いますね。もう完全に出来レースですよね。東京地検特捜部と山際が全部ストーリーを作ってで、受理したということで、この第5審査東京第5審査会が担当ということなんですけど、結局は非常に絶対的に小沢を起訴しなくちゃいけないというあれですので、もともと11人の審査員を選んで、何回も議論して、2度の議決でもって起訴するということを
最高裁事務総局はですね、絶対これは失敗できないということで、完全に空の検察審査会をでっち上げたと。そしてあたかも20何回会議をしたと。で、2010年9月14日も会議をして、第2回目の最終的な起訴相当議決をしたんだというふうに言い張ってるんですけど、これに対して、9月14日にはそんなものは行われてないということが、検察官、斉藤検察官という今の特捜部長になった検察官が副部長だったのかな、当時。彼が検察審査会の会議に出て、事前の検察側からの説明しなくちゃいけないんですけど、彼がたまたま X さんという検察庁に出入りしている IT 会関係の会社をやってる X さんとばったり会って、これから検察審査会に説明に行くんですよと言われたんですね。で、それが9月の28日なんですよ。それで9月の14日に斉藤検察官が出張、まあ東京都内でもいわゆる他の組織に行って職業務をすると言った場合は、なんか出張報告書みたいなのを出すらしいんですけど、それもないんですね。9月14日に斉藤検察官が検察審査会に行って説明したっていう記録もないということで、だから9月14日っていうのは行われてないですよ。で、当日朝から行われた民主党の代表選に合わせてでっち上げて議決を出したということですよね。ということで、何でしたっけ。選挙で選ばれた議員を署名でリコールできるものなんですかねと。だ、これはあれですよね、地方議員はできますよね。でも国会議員を署名でリコールするっていう制度がないでしょ。作ればいいんだけど、国会議員は自ら不利になるようなことは作んないということで、何にもないですよね。砂月さん、現在の標的は山本太郎、自民党審判と言われ、思われますが、山本太郎除名処分、署名がツイッターで拡散され、1000名を超えるもの、ほとんどハンドルネームという。ハンドルネームじゃ署名にならないでしょうね。だから1000名というのは、要するにネット右翼ですよ。ネット右翼というのは、あれですよ、自民党が金出して、政党助成金170億の一部を、お金を、まあ、ふんだんにもらえる自民党が、電通にお金を払って、電通の子会社の電通なんとかっていうところが、アルバイトを雇って、彼らに毎日、いわゆる、山本太郎、反山本太郎、等々の、いわゆるネット右翼を装って、罵詈雑言を書かせてやってると。だから1000人ぐらいしか集まんないんですよ。内部告発者保護法の制定、ありがとうございます。内部告発者保護法の制定参考ということですか。K さん、日韓 IWGA ガイド、日本の国民の目の前で発生した明確な違法行為のどこが採択なのか。あんなの採択じゃないですよね。懐中電灯用意って怒りを通り越してしまって笑ってました。いや、やはりあまりにも悲しいという。本当、用意周到だと思いますよね。懐中電灯まで持ってくると。だから誰かが電気を消すと言った場合どうするかって言って、頭を絞ったんでしょうね。真っ暗なところでも解散決議で、解散というか、採択しちゃうと、アリバイ的にやっちゃうということが成立するために、あらゆるものを準備したと。だから20名が誰かっていうのを一人一人あれですよ。特定できますよね。映像とか画像があるんで。だから、当然ながら、この、
安保特別委員会のいわゆる役員というか所属役員が40何名ですかね、それ以外の関係ないところの参議院議員か、あるいは自民党の職員とかね、公明党の職員とかね、そういうのが混ざってるかもしれないですよね。とんでもないんですよね。から K さん、内部告発者保護法の制定と、実際にあるんですよね、内部告発者保護法っていうのは。でも不十分だということですよね。シカゴさん、あ、推奨図書ですね、この本ですね。からシュウさん、おまけに採決の議事録も、議事録って取れないんですよ、混乱してて聞き取れないっていう。だからこんなものは採決にならないですよね。だから大手マスコミが安保法案成立なんていうのは全くの大嘘です。成立なんかしてないですよ。この自民党サイドの選挙ブローカーって誰のことなんですかね。砂月さん、分かればちょっと具体的な名前をお知らせいただければ。ファントムさん、 TBS でしたか、再現映像で石川元秘書がホテルの喫茶店で手提げブロックに5000万を公衆の面前で手渡したと放送したようですが、ありえませんよねって。これ TBS ひどいですよね。未だもって訂正も謝罪もしてないでしょ。安倍こそリコールですよ、まさに。白飛ぶさんですね。ああそうだ、砂月さんが言ってんだ、検察審査会の申し立て人は山際すめ、 ああそうですよね、森裕子議員が見届けましたということで、そいつが何のあれも批判もされずにまだのうのうとテレビ出てるっていうのは一体何なんだということですよね。ということで、以前言ってたのにと、森裕子議員が追及、最高裁も検察も逃げ切れないと、いいとこ言ってたんですよね。それで不可解なのは、党の小沢一郎さんがこれほどの不正選挙が あってですね、周りの人たちがこれはおかしいと、真相の徹底究明を民主党の代表選管理委員会に要求すべきだというふうに小沢さんに言ったんですけど、小沢さんは止めたんですよね、なぜかね。何なんでしょうね。これが不可解ですね。で、最高裁事務総局の権力犯罪の証拠はこれだけ揃ってるということで、四季さんが挙げたのが、昨日ですね、7つの根拠ということなんですね。で、一つが新聞報道による不自然な記述ということで、昨日資料をもらったんですけど、朝日と読売だけなんですね。ほとんどの大手マスコミは、補助員としての弁護士がようやく決まりましたと。ですから、2回目の議決は、10月の末ぐらいになるでしょうということで、これなんですね。小沢氏検診補助員決まる、基礎適否来月議決かということで、これ9月の8日ですよ。こういうあれですよ、毎日新聞。それからこれも、これ産経、こっちが東京、それから裏が朝日、来月まで結論のこと。これは2010年9月の8日ですよ。主要6紙、一斉報道。これはおそらく、四季さん言ってますけど、共同通信が流した配信を各社が流したと、そのまま。エレファントムさん、そう、議事録ありますが、委員長発言、聴取不能となっています。これは無効ですよと。ですから、9月の8日の段階で、
いわゆる検察審査会のに、弁護士が補助員としていろんな法的な助言をするというのがようやく決まったんですよね。ですから9月の8日ですから、そこから、まあ、審議が始まって、2回目の議決は10月の末ぐらいなんじゃないかという予想ですよね。まあ当然ですよね。それが9月の8日に補助員の弁護士が決まって6日後ですよ。あ、じゃないや。あ、6日後ですよね。9月14日。議決になっちゃったっていうのは、おかしいじゃないかと。いうことですよね。6日間で、弁護士が、この間のすべての資料を読んで、で、検察審査員に説明するっていうのを6日間でできこないじゃないですかね。だから完全にそれも、嘘だと。14日にやったのは嘘だという証拠の一つですよね。状況証拠ですね。から2番目、検察官による議決前の意見表明が行われなかった疑惑と。これは先ほど言いましたように、斉藤検察官がたまたま9月の28日に、X さんという人に出会って、これから検察審査会に説明に行くんだよと言ってたんですね。これは28日ですから、14日。本来だったら、検察審査会法によれば、議決の前に、検察官の意見を聞かねばならないということなんですね。ですから、14日の前に、検察官が意見表明することもないし、しなかったと。実際28日にやったということなんですね。ただ28日は、要するに、本来だったら架空ですけど、その時はおそらく、まあ、指揮さんの話では、検察審査会の、いわゆる末端の職員を11人揃えて、あたかも本物の審査員みたいな顔をしてですね、参加させたと。で、この斉藤検察官は帰ってきて、同僚の検察官に、今回、検察審査会で説明したけど、何の質問も出なかったんだっていう、首をかしげったってですね , 笑っちゃいますよね。から偽りの審査員旅費請求書が多量に作成された。これは先ほど言いましたように、毎回審査会が会議が11人の参加で行われると、その日に合わせてですね、旅費とか交通費 の請求書を事務局が事前に準備して、でその当日本人たちからの3本版をもらって、でその2、3日後に、東京地裁の経理の方にその書類を出して、送金してもらうんですね。で先ほど言いましたように、普通だったら会議の人、それから決裁日がせいぜい2日か3日の後なんですけど、25日後とか20日後とかです。とんでもない間隔が空いたやつが出てきたんですね。で、それは要するに、やってないから、その都度旅費の請求書を作る必要ないわけですよね。で、まとめてやるということで、時間が経っちゃった。で4番目、会計検査院が小沢決心の審査員実在確認を外した事実。でこれも昨日説明、聞きましたけど、会計検査院が要するに実際に第5検察審査会はでっち上げじゃないかと、審査員がいないんじゃないかというクレームですね、森裕子さんからのクレームに対して、1年と2ヶ月後に、こんな分厚い調査報告書を出していたと。で、その調査報告書の、あれは、わざわざですね、この、いわゆる第5小沢健信というのが、2010年の2月から、それで10月か11月ぐらいまでですね、
その期間でなくて、1年後の2011年の2月から7月を検査しましたって言って、こんな膨大な資料を作ってきたんですけど、わざと外してるんですよね。それから、不可解な審査員平均年齢3度の言い直しという、これはもう笑っちゃいましたね。30.9 歳。で、あまりにも若いじゃないですか、ということで。それで、37歳の人を計算に入れなかったんですと。そして、33.9 かなんかにやったんですけど、37歳をプラスしても 33.9 にはなんないんですよね。それで、また間違ってましたと。ということで、3度目、34.7 歳とかなんか出したんですね。で、もっと決定的なのは、第1次、いわゆる半分が入れ替わってますんで、第1次検査員と第2次検査員の平均年齢が全く同じと。30.9 歳かな。そんなことは100、統計上100万分の1の可能性もないというぐらいで、ですから、これを見ても、審査員の平均年齢自体が完全に、要するにもともといないんだから、でっち上げそのものだと。実際にいればですね、平均年齢ってすぐ出るわけですよね。11人しかいないから、全部の年齢を足して11で割ればいいわけでしょう。ということですね。から、6番目、最高裁が審査員候補者名簿にない人を審査に抜擢するくじ引きソフトとか、これも昨日説明、聞きましたけど、例のツイッキャスのあれに出てきますけど、これひどいですね。最高裁が2000万か3000万かけて、富士ソフトに作らせたソフトを、森裕子さんが最高裁にねじ込んで、そのソフトをマニュアル付きで、検証したんですね。それでさっきの X さんに、IT 企業の社長ですから、実証を調査を頼んだんですね。そしたら報告書が出てきて、で、とんでもないことが分かったんですね。で、昨日も取り上げましたけど、要するに、自動的にくじ引きされると、100名かな、100名の中から11名をアットランダムでくじ引きするというソフトなんですけど、でも、右にですね、項目があって、いわゆる前科者で、バッテンチェックするとそれが省かないんですね。それから欠陥というあるんですね。どなたか言ってましたけど、欠陥というのは一体何なんだと。人間をなんか商品扱いしてるっていう。要するに、裏ソフトでですね、表じゃなくて裏ソフトで、項目を設けて、そこにバッテンすると、その人はくじ引きに漏れるというソフトなんですね。それと、それから、手書きで、入力できると。という裏ソフトがあるんですね。ですから、自分たちが気に食わない人は、チェックしちゃうと。で、自分たちが、いてほしい審査員の名前は手書きでやると。ですから、100名いても、全員に、いわゆる、前科者とか、不適格、欠陥か、とこチェック入れると、全部消えちゃうんですよね。で、その代わりに11人、自分たちで、手入力すれば、彼らがくじ引きソフトで選ばれるという、でっち上げができるということが分かっちゃったんですね。だから通常300万円ぐらいできるソフトが、なぜか2000万とか3000万、富士ソフトに払っちゃうと。それは裏マニュアルがあるんです。から7番目、最高裁事務総局が設置した新設の審査会、検察審査会の一部に、審査員を配置しない可能性と。これは、2009年に、いわゆる従来の審査、検察審査会の制度を改めたんですね、抜本的に。そして今までは何の、
法的拘束力がなかったものを2度の起訴相当決議があれば強制起訴できるというふうに書いちゃったんですね。それは表向き、いわゆる起訴権を独占している検察に対して市民の目線で検察が不起訴にした人たちを市民がアットランダムに選ばれた市民が再度審査して起訴相当あるいは不起訴等々で決められるという非常にこう市民目線の、裁判員制度と同じようなあれで、大手マスコミは宣伝してたんですよ。でも実際違うということで、まあ、今回みたいに、これぞという、まあ、小沢さんを絶対首相にしないと。で、警察が証拠を集められなかった。起訴できなかった。というのに代わって最高裁事務総局が自分たちが支配している検察審査会を使って、でっち上げで架空の決議を二度させて強制起訴させて、そうするともう政治生命を奪うということができるわけですよね。それで、今までは第一第二しかなかったのを2009年に3、4、5、6と4つも申請したんですね。それで申請した中から小沢さんの場合は第5を選んで、第5にあたかも審査員があるかのように偽装して、全部自分たちで でち上げたとういうことなんですよね。だこの7つもこういう、事実及び、状況証拠があるということは、もう 最高裁事務総局が権力犯罪をしてるんだとういうことはもう確実ですよ。シカゴさん必見、山崎康子の親ニュースライブインタビューントーク、四季武彦氏、最高裁の黒い闇ですね。ぜひ、1000万人の国民に届くように、皆さん情報拡散していただいて、家族勉強会とか地域勉強会の中でですね、これを取り上げてもらいたいと、おいうことですね。シカゴさん、検察審査会、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員を選ぶソフトは裏マニュアルにより手入力で証拠に結ぶと。これ、四季さん言ってましたけど、最高裁はあのマニュアルが2つあるんですよね。表マニュアルと裏マニュアル。こともあろうか、裏マニュアルを間違って、エクサに渡しちゃったと。森議員に渡しちゃったという、ちょんぼしてるんですね。だから無理やり謀略的な工作すると絶対ですねボロが出るんですよ、このように。ということで、まあ、結論、今日のメインテーマの結論、今まで日本の大手マスコミや学者や野党政治家にとって最高裁を批判することは最高のタブーであり、誰も二の足を踏んで沈黙してきたが、今回勇気ある普通の市民である四季武彦氏が立ち上がり、最高裁の暗い闇を徹底追及して暴露したことの意味はとてつもなく大きいと。ですから最高裁なんかいらねえよと、もう解体するという運動を巻き起こすためにも、この情報を1000万人の国民に届くよう拡散しましょうとこういうことですね。とんでもないですね。ということです。59分16秒ですね。小沢対菅直人ブローカーフルキャストグループ、あ、そうなんだ、フルキャストグループがやったんだ、砂月んさん、なるほど。高橋さん、チェンジオルグで集めてますと、チェンジオルグはこういうことも可能だったのか、良い言葉がじゃなかったと。反対票も投じられればいいのに、そうすれば総数はマイナスになるはずと。チェンジオルグ、K さん、緊急動議すかさず佐藤正久の合図で与野党議員がどっと委員長席に駆け寄り、この意見委員長のお断りもしっかりだった。この与党議員が誰かっていう、これですよ。与党議員の中に
体格のいい力士隊みたいな、力士隊みたいな、大室虎之介みたいなですね、体格のいい体育学部出身の自民党とか公明党創価学会が紛れ込んでたかもしれないですよね、突撃隊として。だからこの20名なり20、30名なり知らん分かんないですけど、一人一人特定すべきですよ。特定は可能でしょう。向こうが確定となれば、休み明けには60日ルールも共だるという、使われないでしょうね。60日ルール終わりですね。だからあの法案が成立したという、大手マスコミは全くの大嘘なんです。成立なんかしてないですよ。無効ですよ。今日のメインテーマの最初ですね。あ、メインテーマじゃないや。トピックス。共産反安保で選挙協力、協力。候補調整打倒に呼びかけ、独自擁立こだわると。これはもう、まあ、早くやれよと。去年の2014年の12月の総選挙でやるべきだったんですよ。あの時、沖縄 4選挙区でやって全勝したんです。ですからあの時ですね、他の選挙区でも全て、特に民主党と共産党が野党統一候補をに絞ってですね、戦えば55選挙区で逆転してたんですね。ということは安倍自民党は単独で、過半数取れなかったと。2議席ぐらい足んなかったんですね。そうすると安倍は退陣してたはずなんですね。ということはその後の戦争法案の提案、起案提案なんかもできないはずだったんですね。だから本当に罪が重いんですよね、民主党と共産党で。ようやくおそらく共産党の中でもこのまま独自候補を擁立して突っ走っても結局安倍自民党を利するだけだと、やめるべきだという声が共産党内部あるいは支持者からかなり圧力として上がったんでしょうね。でそれを受けて C がこのように、従来の方針を独自擁立にこだわらないと。で、特に民主党との選挙協力やるよと、野党共闘やりますよと。ただ一点、この戦争法案を廃案するっていう一点だけでやりますよという、まさに沖縄でできたことを他の全選挙区でやろうということになったので、そういう意味で画期的ですよね。でこれがうまくいけば来年の7月、参議院では安倍自公ファシストを過半数割れに追い込むことができるでしょうね。そうすると衆議院では3分の2の圧倒で、参議院では自公が野となるという、そういう、ねじれっていうんですかね、ねじれじゃないですよ、民意ですよね。それでおそらく次の総選挙っていうのは去年2014年ですか、2018年ですよね。だから来年16年だから18年の11月か12月の総選挙では自公プラス、さっき言った議事政党の議事野党の次世代とか、あるいは日本を元気にする会とか、だから新党改革とか、わけのわかんない議事野党だったものも、あと橋本の新党ですね、も大打撃を受けて、政権交代するでしょうね。ようやく共産党も、これはやばいと、このまま唯我独尊でやってると選挙民から嫌われると、切り捨てられるという危機感からやったんでしょうね。で民主共産両党首が協議やと、反安保で選挙協力と。これは20日ですからもう始まるんじゃないですかね。
から共産党志位委員長の野党共闘反安保国民連合構想が実現した場合の参議院獲得議席を予測してみたら驚きの結果と、リテラですね。これは茶番でない、うん、まあおそらく沖縄で成功してるんで茶番ではないでしょうね。だからそこにどれだけの国民の支持を集められるかというところでしょうね。これか、リテラ。これなかなかいい記事ですよ。長いですけど。あ、マイナス3。それと、あ、シカゴさん、山本太郎はバカじゃない。あ、これリテラですね。これもいい記事ですね。1年後までに何か安倍なんか仕掛けてきそうで怖いですねと。衆参、選挙制度改悪とかと。ああ1年後ですから、次に何を仕掛けるかですね。で、彼らがいわゆるショックドクトリンでやるとしたら、いわゆるこの戦争法案成立して早速施行するということで、来年の春以降ですね、南シナ海、東シナ海、南シナ海の中国が埋め立て作業してるのを米軍、フィリピン軍とともに実力で阻止する戦争状態になると。そこで武力衝突して自衛隊員が死ぬということになると、世論はですね、逆転しちゃうんですね。中国けしからんという世論が逆転しちゃうということをやるかもしれないですね。最後のあれで彼らは何でもやるんですよね。ファシストですから、英霊を作ると、そうすると世論がまさに中国憎しと、中国を武力でやっつけるべきだとこういう世論が体制になっちゃうということなんですね。だからこれですよ、一番やろうとしてるのは、彼らが逆転、一発逆転を狙ってるの。から次、あ、山本太郎はバカじゃないと、これですね、シカゴさんがアップしてくれました。これもいいですよね。から民主党暴力機関に騙されるなと、最初に暴力を振るったのは自民党のヒゲ隊長と安倍首相が支持してたと。これリテラですね。これ URL 貼り付けますかね。あ、これ、あ、シカゴさんが貼り付けてくれましたね。ありえるシナリオですねと、エレファントムさん。まあ、彼らに残された最後もあれでしょうね。爆死でしょうね。あるいは尖閣諸島で今、一触即発の状態ですので、わざと、海上自衛隊の戦艦がミサイルで攻撃されるとか、あるいは、航空自衛隊の戦闘機が撃墜されるということをわざとやるんですよね。アメリカが時ですよね、トンキン湾で、アメリカの情報官が攻撃されたということを口実にして、北爆を開始したんですよね。中国人留学生がある日国会中継見たら中国の悪口ばかりで呆れていましたという、もう意図的ですよね。中国が今すぐ攻めてくると、尖閣諸島を取りに来るというありものしないことを言ってるんですよね。だから国会が在特会みたいになったということでしょう。ということですね。で、安保反対、
安保法反対51、賛成30、朝日新聞世論調査ということですね。ということは自衛隊を生贄にという、衆参、そうですよ、彼らは何でも生贄にするんですよ。100万人死んでも構わないと思って実行してきたネオコンですよ。だから利用する、できるものは何でも利用すると。ということですね。それから、今日の重要情報、これ今日はちょっともう時間がないんで、明日また、これは半魚雷新聞の寄稿、生産されてない過去は必ず返ってくるという、キム・ヌリ、中央大学の教授の投稿ですね。要するに日本とドイツを比較して、ドイツは徹底的に過去、ファシズム、ナチズムを徹底的に検証し、批判し、そして、二度と起こらないようにファシズムが台頭しないように、厳格なほど予防策を取っていると。それに対して日本はほとんどこの戦前のいわゆる天皇制軍事独裁体制を批判もしないと、逆にそれを合理化するような修正主義に走っていると。で、そのことが結局は安倍晋三みたいな形で帰ってきたんだと、反省してないから過去は必ず帰ってくるという、なかなか鋭いあれですね。そうですね、国会が在特化になったということでしょうね。在特会最近おとなしいですよね。だから桜井誠が代表を辞任したから結集時がいなくなっちゃったんですよね。南沙諸島で米潜水艦に後ろから撃たれたってメディアが、中国が先に発砲と騒いで本格参戦しそうという、これですよね。だから来年のあと春ですよ。その前にこの戦争法案は無効だということで廃案に持っていくということでしょうね。もう施行させないということですね。ということで、今日は72分48秒、閲覧87名様、計236名様、コメント92件、それとコンティニューコイン、国会イコール在特会と、山崎さんにざっと見違えた、ありがとうございます。ヒロトグさんですね。いや、そうなんですね。もともと在特会的な、いわゆる日本会議が289名ぐらいいるんですよね。そいつらが、在特会が外でやってくれたから、自分たちの言いたいことを在特会がやってくれたと。でも最近は在特会全然おとなしいから、そいつは自分たちが国会でやんなくちゃいけないんじゃないかということで騒いでるだけでしょうと。佐藤さん、第一祖国防衛内閣に向けてのスタートを急ぎましょうと。短距離闘争はスタートが全て。なるほどね。スタートですよね。砂月さん、タイ米はたいて買った無人爆撃グローバルホーク、日本は何もしてないのに米側にもリモコンがあり勝手に中国強制爆破とか。あ、グローバルホークって持ってんだ自衛隊は。それでリモコン装置アメリカが持ってる、日本自衛隊は使わないで、ね、向こうが勝手に使って自衛隊がやったようにすると。恐ろしいですね。シカゴさん、100名以上が原告に名前を連ねる大規模な安保法制、違憲訴訟の計画が進行中と。いいですね。憲法学者、作家、大物弁護士さんがリテラですね。青木智さんですね。お茶ですね。ということで、コメント97件です、今は午後8時半ですね。ということで、今日の月曜日の放送はこれで終わりです。どうもお疲れ様でした。たくさんのコメント。シロトグさん、パチパチパチですね。ありがとうございます。ということで、また明日火曜日ですね。よろしくお願いします。